Assalamualaikum Gan, halo, ketemu lagi. Oke, kemarin kita telah berhasil mengalahkan Gajimun, dua Gajimun ya. Oke, kali ini kita lanjut lagi ya. Kita episode-nya berurutan saja ya. Kemarin kita telah memakai Kosero dan Yamato. Oke, kali ini kita dengan Sora dulu ya. Sementara dengan Sora, Suwakwati dengan hubungan ibunya. Oke, kita langsung saja. Ini masih solo player ya. Oke, langsung saja kita mulai start episode. Bismillahirrahmanirrahim. Ohayo. Sora, どうしたんだ？暗い顔して。朝早くに呼び出したりして、ごめんね。今日のサッカーの朝練行けなくなったの。それを伝えようと思って。何があったんだよ。この前は久々にサッカーできるって喜んでたのに。今朝ね、お母さんにお使い頼まれちゃって。やっぱりうちのお母さん、私がサッカーやるのが嫌なのね。ソラ、ごめんね太一、そういうことだから。コーチにも伝えといて。それじゃ。おい、ソラ。お使い、早く終わってよかったね。お母さんが欲しがってるお花の種類を伝えるだけだったからね。お母さんが電話で直接伝えればいいはずなのに、どうして。急げばまだサッカーの朝練に間に合うかもしれないよ。そうね、ピョコモン、急いで帰りましょう。ソラ、デジモンよ。本当、お花屋さんの前で一体何を。8人目の選ばれし子供を探してるっていう雰囲気でもなさそう。何かつぶやいてる。こっそり近づいてみましょう。ああ、デジモンワールドでも見たことがないような可愛くちゃんがいっぱい。それがあんなところで人間に売られていくなんて。可愛子ちゃんって、お花屋さんで売ってる花のことかしら。このベジーモンが囚われの可愛子ちゃんたちを救出してやる。ベジーモンさん素敵って、きっとモテモテだ。植物を大事にしろ、可愛子ちゃんに自由を。あいつ自分がモテたいだけじゃない。こんなことされたらお花屋さんは大迷惑よ。止めなきゃ。でもソラ、朝練に間に合わなくなっちゃう。今はそんなこと言ってる場合じゃない。行くわよピョコモン。全部聞かせてもらったわ。お花屋さんを襲うなんて私が許さない。バレちゃしょうがねえ。お前たちからやっつけてやる。行くわよ。大丈夫？あ、お母さん。変なぬいぐるみを着た子供が花屋の前で暴れてるって聞いて、あなたも巻き込まれたんじゃないかって心配したのよ。うん、私は平気よ。お使いを済ませた後だったし。たまたまとはいえ、危ない目に遭わせてごめんね、ソラ。お母さん。でも全部あなたに華道の家元の仕事を少しでもしてほしかったからなの。うん、ともかく
うちに帰りましょう。わかった。ソラのお母さん心配してくれてたんだね。嬉しくないの？ソラ、ごめんごめん、気にしないで。さあ、うちに帰りましょう。Oke kan, episodenya telah berakhir ya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.